縦島近着台ポマキャンサスインペラトルは、鈴木目鈴木亜木近着台下に属する魚。全長40センチメートル。縦島近着台の幼魚幼魚と成魚とでは、まるで別種のように色彩や模様が違うが、植生は変わらない。上で述べたように、近着台下の多くは、成魚と幼魚と、で全く違う模様を持つ。 制魚と違った模様を持つことによって縄張りに入っても攻撃されない。これも理由の一つとされるが、模様の違いには他にもいろいろな説があり、ここでいくつか挙げてみる。以上、代表的な説である。他にももっといろいろな説がある。よく、似た種として、さざ波やっこがいる。しかし、いずれも養魚器までであり、制魚はどちらも独特の模様である。 二センチメートルまでの個体は、サザナミヤッコの幼魚と似ているため区別が難しいが、サザナミヤッコの幼魚は、噴旦から背中に白線銃線があるが本州には、それがない。主に外海の岩壁の穴や割れ目などで観察される。また、本州で見られるのは黒潮に乗って流れ着いた幼魚の方で、生魚は滅多に見られない。やはり、他の蝶々魚などの南方系の魚と同じ。 死滅海遊魚であり、水温が急に下がる1月頃から死んでしまうため、見られなくなる。石垣島など、八重山諸島などでは普通種であり、サンゴの根や割れ目などにいる。意外と狭いところを好む。雑食性のためなんでも口にするが、やはりサンゴのポリップをかじる。その他、プランクトンや、藻類などを食べる。本州の伊豆半島から、西日本の太平洋側では、 夏頃から12月まで、稚魚や幼魚が採取される。太平洋、インド洋、相模湾以南の潮だまりや、浅い岩場の沿岸などで見かける。近着大化では最も生息範囲が広い種の一つである。そのため、地域により個体差がある。現在、太平洋型とインド洋型に分けられる。日本などで見られる、太平洋型は、背びれ後方の南上部が長く伸びる。 インド洋などで見られる、インド洋型は、背びれ後方の南上部が長く伸びることはなくもあり。なお一部ハワイでは、太平洋であるが、インド洋型をしている。別名ハイアンエンペラーとして愛好家では呼ばれている。ありがとうございます。